演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は日清のパック焼きそば UFO を食べたいと思いますって、なんかちょっと UFO になんか猫型宇宙人が来てますよ。あ、文字通り UFO に乗っ取られたってこと。まあそんなわけないんですけどね。いや、これ自分はやってないんですけど、なんかアプリゲームのキャラクターとコラボしてるみたいですね、パッケージで。はぁー、ってことは美味しくなってたりはしないかな。ん、中に、ちょっとこう見てください。なんかコラボ実施中、中でキャンペーンとか書いてますね。ちょっとよし、開けてみましょうか。じゃあ中の蓋を見てねって書いてありますから、このここからやるみたいですね。ではでもその前に早く食べよう。ニャンコ大戦争、確かなんか YouTuber どなたかが動画の背景に使ってたことがあるような、ま、中身はいつもの、まあ、普通の UFO ですね。それではお湯注ぎます。ちょっと持ったものダメなので見えませんけど、下の方に注ぐなご了承くださいね。では時間が来るまでしばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、時間来ました。それではここにこちらのソースを振りかけ入れていきますね。はい、混ぜ終わりました。うん、いい香りですね。それではいただきます。絶対に負けないんだからな。お前たちに地球は渡さないぞ。なんとしてもこの戦い勝たないと。宇宙人に侵略された、いや実際はされてないんでしょうけど、とはいえ味はこれまで食べてきた UFO と変わることなく、あっさりとした味付けでソースが程よく濃厚さが並んで美味しかったです。まあちょっと変わった味になってでもよかったかなとも思いましたけどね。カップ焼きそば自体久しぶりに食べるんですけど、たまに食べると本当に美味しいですね。いつもだったらちょっと体的にもまずいんでしょうけど、なんか懐かしい気持ちに浸れて本当に良かったです。でもこれ宇宙人が出てるのでちょっと新鮮さもあるかな。というわけでその新鮮さも重ねてこちらの点数とさせていただきます。またこの宇宙人たちともいつか会えたりして、まあ無理か。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。